誰でも何でもやる気と気合があれば何でもできる。CC14 卒業のエリです。今はテーブルチェックという会社でプロダクトマネージャーとして働いています。もともと CC に入る前は東京オリンピック関係の仕事をしていました。ですがコロナの影響で6月にいきなり仕事を失ってしまい、このきっかけをチャンスに変えたく CC に入ることに決心しました。正直イマーシブのプログラムを初めて聞いた時は全くコードのバックグラウンドを持ってないので、自分が3ヶ月でできるかどうかは本当に不安でした。でも CC のイマーシブに入った時メンダーによく相談をすることがあったんですが、彼女からは常に言われたことが Be comfortable being uncomfortable。 日本語で言うと不快な気持ちがあるからこそ得られるものがあるから、今のこの辛い気持ちも大事にして頑張って進んでいきましょうっていうのを常に言われて、それを信じて頑張りました。コードクリサリスではコーディング以外でのソフトスキルのクラスがとても多くあります。それは、プレゼンの仕方だったり、他の外国人の生徒さんとの交流だったり、それは本当に他の日本でのコーディング学校ではないもので、すごく貴重なものだと思います。私は逆に、海外生活が長かったので、自分が日本人であるのに日本語があまり得意ではないことに少しコンプレックスを持っていました。でも CC に来て日本語を使う機会が逆に多くなったので、それは自分の自信につながったと思います。このプログラムは自分の人生をちょっと考え直す場所、リセットする場所にはすごくいい環境だったと思います。大人になると長い期間一つのことに集中するっていうのは本当に難しいことだと思うんですよね。やっぱり大人になると仕事だったり他の責任だったりいろんなことがあると思います。でもその中で CC に集まる人たちはみんなその自分の人生の他の責任にストップをかけて同じゴールに向かって進んでいくっていうコースなので、やっぱりこの3ヶ月間はコードの勉強以外にも得られることは本当に大きいと思います。